どうも、トレカ大好き芸人です。ですね、今回は、メルカリでヘボを掴まない方法というトレカに関してですね、それをちょっとリアルタイムで見ていきたいなと思います。個人的に買いたいのは遊戯王クォーターセンチュリーシークレットですね、トップレアの。で、結構ね、新品だって書いてあるにも、かかわらず結構傷が多いのが届いたりすることが多いので、そういうのをちょっと注意しながら見ていきたいと思います。クォーター戦時結構多いですけど、ちょっとこの売れてるやつを見ていきましょうね。屋敷はわらしの公式を、そうですね、写真は結構多めですね。これは結構いいかもしれないんですが、評価多いですね。評価多いで結構1000以上なんで、プロです。プロの方と言ってもいいんじゃないでしょうか。カードが多いです。非常に。トレカが多いので、説明文を見ていきたいと思います。説明文も大事です。あんまり書かれてないですね、説明文が。これはちょっと、状態がいいって書いてありますけど、ちょっと1000以上取引してるのに、傷とかの状態書いてないってことは、ちょっとまずい。まあ、PSA10 は取れないようなカードを売ってる。できれば PSA 持ってて10と取れるような、いつかだ鑑定に出せるようなものを買いたいでしょう。多分おそらく全員は買いたいと思う人はな。これは買わないですね。まあ、安いっちゃ安いんですけど、屋敷わらし公式。他はどうでしょう。ハルウルラ20公式人気カードですけど、トラブル防止のためプレイ用、まあこれプレイ用だからまあって感じですかね。この人も取引率多いですね。一応写真は多めに撮ってあるんでいいんですが、ちょっと説明文がちょっと少ないですね。少ないので、まあなんかそうですね、センタリングとかが悪い感じっていうのは可能性としてあるって感じですね。自己買いたくないな、個人的には。別のやつは見ていきたいと思います。詳しく、まあ、ポケモンカードでも大体ね、同じくらい同じ、写真が少ないのでこれはダメですね。コメント数も少ない、評価が結構良くて6000以上あるのに、こんだけ説明が少ないってことは良くないってことです。良くない、自分で鑑定に出さないっていう感じのカードだったと思います。あとはこれなんでしょうかね。ポケカでもスーパーレアとかね、気をつけたいところですよね。写真少ないやつとかは、写真少ない、これもダメですね。買いませんね。490評価、490。トレカが多い、トレカ専門の人なんだから、このに写真撮らないってことは何かがあるってことですね。買いません、この人からは。ちょっとあんまり買いのがないですね。どうなんだろう。PSA に関しては、まあ、特にって感じですけど、鑑定品ですからね。ただ PSA 実際なんかその鑑定人によるっていう噂もあるんで、なかなか出しづらい感じもありますね。 PSA 日本ができて、日本にでき、アメリカと全然違うよっていう人もいますよね。融合強兵、これも写真1個しかないな。全てプレイ用でお願いします。まあこれは、まあ、正直っちゃ正直ですね。評価1万以上。あ、まあ、正直、ね、まあ、気づかなんかあるんでしょうね、多分。まあ、プレイ用って書いてあるやつは、まあ、書かない方がいいでしょう。自分でもみんな PSA に読み出すんです。出す人がかなり多くなったっぽいですね。これはどうなんだ。詳しく、今のところあんまり買いがないな。写真は、数は多いんですが、どうなんでしょうね。未使用備品と書いてますね。これはちょっと
いいかもしれないですね。800トレカ屋さんって感じですけど、ただセンタリングのことはやっぱり、まあ、センタリングはねよくわかんないですからね、トレカ集めてる人でもわかんないって人もいるので、まあって感じですけどね。 PSA 鑑定品とかを売ってるようなアカウントだったら、ちゃんとセンタリングとか書いておいてほしいですよね。知ってるのはねみんなわかってるって感じですから。どうなんだろうな。とりあえず会話、まあ、詳しくはまだ、まあ、ちょっと遊戯王がねかなり大量生産してるんで、まだ買わない、詳しくはそんなに急いで買う必要はないかなって感じですね。だから大量生産したはしてて、ちょっとねプレイヤーには行き渡ると思うんですけど、何分ねマジック・ザ・ギャザリングが大量生産しすぎて、いろんなんか株主とか銀行とかから怒られまくってるんで、その、まあ、目先の株価とかはだったら、まあ上げたいんだったら大量生産でいいんですけど、絶対ポケモンカードの一強支配みたいなのには勝てないからね、ちょっと抑えた方がいいんじゃないかなとは思いますけど。いいですね。これは評価もいいですし、そんなにプロ売ってるカードは量は多くなくて、そこまでプロっぽい感じではない。写真もいっぱい撮ってくれてる。ちょっとまあ値段がお得かどうか分かんないんですけど、地引き傷かけチェックしてますって書いてますね。ちょっとこれはいい人ですね。いい出品者の方ですね。これは結構、売れてるから、まあでも、詳しくは、どうなんだろう。最近のやつかな。ちょっと、どの段のやつかわかんないんですけど、まあね、ちょっと1年以上経ったやつができれば買いたいですね。そこね、の可能性があるので、発売から。まあそんな感じですね。買うんだったらこれかなって感じですけど、まあ、まだ詳しくは買わないです。